この動画では壁付け型オーニングジェノバを導入いただいた施設様のインタビューを中心に、製品の特徴、導入理由、設置状況などをお届けします。神奈川県相模原市にある創立49年の認定こども園、つくしの幼稚園。園内では先生たちが見守る中、子どもたちの元気な声が響き渡ります。つくしの幼稚園では子ども、先生、親が一体となって子どもの成長を見守る三位一体の教育の実現を目指しています。日常の保育に加え、運動会や遠足、音楽会など多彩なイベントを通して子どもたちが学び成長しています。今回つくしの幼稚園に導入いただいたのは壁付け型オーニングジェノバの電動タイプ。ひさしとサッシの隙間にぴったり収まるロールタイプで、建物の外観を損ねません。電動タイプではリモコンを使い楽に開閉が可能です。間口 2.5 メートルから最大 5.5 メートルまで豊富なサイズをラインナップ。キャンバス色は15色の企画品のほか、特注色からも選ぶことができます。認定こども園つくしの幼稚園、園長川崎様にお話を伺いました。高野のオーニングジェノバを導入されたきっかけをお伺いしました。以前は軒のある外廊下にオーニングがなく、雨風が強い日は雨が廊下に吹き込み、子どもたちが滑ったり雨に濡れたりすることがありました。強い西日も差し込むため、長年日差しをつけたいと考えられていました。さまざまな製品を検討するものの、強度や見た目、使い勝手に納得がいくものがなく、導入を躊躇されていたそうです。そんな中、幼稚園の備品などを購入している業者に相談したところ、高野株式会社のジェノバがいいのではないかと紹介を受けたそうです。業者の担当者様は、つくしの幼稚園のサイズ、使い勝手、設置場所とこれまでの納入実績を考え、高野のジェノバを推薦されました。園長の川崎様もジェノバの紹介動画などを確認し、じっくり検討した上で導入を決めていただきました。ジェノバを導入されての感想を教えてください。もちろん完璧にはできるものではないけれども、我々が思っていて困ったことは基本的には解決できました。日の強い暑い時なんかは、まあ、オーニング出すことで、日陰もキープできるので、やっぱり風、強い風が吹いて暴風の時にはちょっとなかなか難しいけども、それ以外の時には非常に今はつけてみて、いいことの方が多いですよね。ただね、雨が降ると、当たり前だけれども、シートが濡れるので、雨が上がって日が照ると、むしろ干すためにシートを干すためにオーニングを出しておくというのはしてます。うちでできるところのメンテナンスっていうのかな、そういうことはしてますね。ジェノバ導入後、園の先生の反応はいかがでしょうか。いいです。本当にいいですよ。雨が吹き込まない、それから、光が少し暑い日差しが遮られる。で、あと電動式なので、電動式で出し入れができるので、スイッチ一つでね済むことだから、メインの女性だから、そういう意味では重さだとか、それから操作するときにその大変さだとかっていうのをある程度こう解消できれば、継続的に使えるので、はい、そういう点ではね、操作性は非常に楽なのでいいです。今回導入いただいたのは壁付け型オーニングジェノバ。
ロールタイプの壁付け型オーニングで、ひさしとサッシの隙間にぴったり収まり、建物の外観を損ねません。間口は 2.5 メートルから 5.5 メートルまで、出幅は 1.5 メートル、2メートル、2.5 メートルと豊富なサイズをラインナップ。操作は手動と電動の2タイプとなります。設置場所に合わせて豊富なサイズから選べること、女性でも負担の少ないリモコンでの開閉ができることが導入の決め手となりました。つくしの幼稚園様に導入したジェノバ以外にも、高野では保育園、幼稚園へのさまざまなオーニング導入事例がございます。高野ホームページや YouTube 公式チャンネルから施工例をご確認ください。認定こども園つくしの幼稚園様、ありがとうございました。